こんにちは、野崎奈々です。今日はニコラ6月号の付録エピピオルマリオ 2way キャンパストートの紹介をしていこうと思います。そのトートバッグがじゃん、これです。めっちゃ可愛くないですか。そのピンクのリボンとピピピのさりげないロゴがすごい可愛くて、これ 2way なのでこのトートバッグでもすごい可愛いんですけど、巾着にもできます。それも後でまた紹介しようと思います。最初撮影で見た時にこのスタイリストさんにこれどこのお店ですかって聞くぐらい本当に一目惚れしたバッグで、ニコラの付録だよって教えてもらった時に本当にびっくりしました。今日はこのバッグを使って私服とかバッグの中身を紹介していこうと思います。トートバッグの時は学校とかニコラも入るんですよ。だからすごい大きいのでノートとかも入るし、学校とかに持ってくのもおすすめです。で今日はお出かけ用に詰めていこうと思います。バッグの中身紹介を始めます。と一つ目はお財布、カラーがお気に入りのお財布です。とスイカ、黒いケースに入れて持ち歩いてます。次はハンカチ、これは必需品で、ちょっと可愛いデザインのとかを入れとくと一日気分が上がります。次はケアポーチにしてるんですけど、このシャルルショットンっていう大好きなお店の巾着をケアポーチにしてて、でもちょっと映ってるかわからないんですけど、お部屋のシーツもこのお店で買いました。このケアポーチの中はティッシュとかブラシとか歯間ブラシとかそういうケアしたいものハンドクリームとかをまとめて入れてます。で鏡は昔のニコラの付録使ってます。すごい手のひらサイズでちょうど見やすくてお気に入りです。なんかバッグの中身がバラバラするのがあんまり好きではないので、バッグの中はポーチとかで分けるようにしてます。次はリファです。小さいサイズのリファなんですけど持ち歩きやすくて、撮影の日とかは朝が早いので顔がむくんでて、それを集合場所とかに着いたらコロコロしてます。頭とかロケバスでずっとコロコロしたりしててよく持ち歩いてます。次はスキンケア系で、1個目が G9 スキン CC ファンデーションで、これは SPF50 プラス PA プラス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 だから日焼け止めとしても使えるし、化粧下地としても使えて、メイクが崩れた時とかちょっとトーンアップしたいなって時も化粧の上からもつけれて本当に有能なアイテムです。これは脱毛の浜尾崎ちゃんから教えてもらって本当におすすめです。ぜひ買ってください。もう一個はデュアンジュのオイルインモイスチュアミストです。これは大好きなゆうこさんのコスメブランドで、化粧水とかもあるんですけど、これはミストタイプの化粧水になってて、わかるかな、オイルと2層になってて、振ってに上げてから顔にかけて使ってます。化粧が崩れた時とか、あと化粧をした後すぐとか結構ずっと使ってて持ち歩いてます。自然のツヤ感が出るのでおすすめです。これは霧が細かいから崩れにくくしてくれる、ぜひお揃いにしましょう次イヤホンです。携帯を変えてからバッテリーと挿すとこが一緒になって不便だったのでワイヤレスイヤホンを買いました。ケースはチャーリーブラウンです。
ほっぺの感じとか目がちょっと点で素朴な感じがすごい可愛くてお気に入りです。ニットなんですよ、編んであってすごい可愛いです。最後にこのレピピのポーチに入れてるんですけど、タラタラリップたちです。今日は6本入れてるんですけど、今日はそのうちの3本を紹介したいと思います。じゃあ1本目、これコレスリップバームスティックワイルドベリー、ごめんなさい、さっきから撮り直しててすごいメイク落としつけたんですけどまだついててごめんなさい。この色が結構口紅のまま発色してくれ、この色のまま発色してくれて保湿力もあってすごいお気に入りのリップです。あとこれは卒物の秋田しおりちゃんからもらって、それもお気に入りのポイントでよく使ってます。結構保湿リップとかいらないぐらい結構1本ですごい保湿してくれます。じゃあ次、これはナーズムなんですけど、卒物ただなるみちゃんから誕生日プレゼントでいただいたリップです。見えるかな、めっちゃ色かわいいの、すごいいろんな色のラメが入っててゴールドとかピンクとか、見えるかな、これすごいザクザクラメ入ってて可愛いんですけど、なんかラメのグロスって唇がザラザラしちゃってなんか少し気持ち悪いなとかあるんですけど、これは全然なくて本当におすすめのラメのグロスです。最後にこれインスタでめっちゃ可愛いってこうどこのリップって聞かれた日のリップです。カラーグラムトック、グローポップティントレッドミュー、これはもうさっきからすごい化粧落としでも落とせなかったぐらい落ちにくいティントなんですよ。発色も良くて落ちにくいのになんか保湿力もあってグロスにも近いしティントにも近いみたいな色、わかるかな、結構発色いいんですけど塗ったらちょうどいい、今も塗ってます。なんか影色量とかで調節してます。すごい落ちにくいし乾燥もしないのでおすすめです。特におすすめのリップ3本を今日は紹介しました。これをレピピのポーチに入れて持ち歩いてます。このレピピのポーチもすごい可愛くてショッパーと同じ柄でお気に入りです。これさっきトートバッグ使ってますって言ったんですけど、今日はちょっと巾着にしてみたいと思います。リボンほどいて後ろに通る、後ろでクロスさせて、絞ったら前で結ぶ。じゃーん、こんな感じで巾着にもできるんです。めっちゃ可愛いですよね。巾着トートも買おうかなって悩んでたんですけど、これ 2way できるってめっちゃ良くないですか。トートバッグも可愛くて巾着もこんなに可愛いってめっちゃ有能なトートバッグだなと思います。今からこの巾着型にしたトートバッグを使って今日のコーデを紹介したいと思います。はい、今日のコーデはこんな感じです。全体的に黒でまとめて、このバッグのピンクのリボンが目立つようにコーデを組んでみました。ちょっとガーリーな感じで
黒のドットのワンピースにちょっとヒールが厚底のパンプスを履いてみました。すいません、お家だから髪引いてるんですけど、こんな感じ。あとイヤリングは少しデフォルメの甘い感じのイヤリングをつけて女の子らしいコーデにしました。バッグはトートバッグにしたり、この結んで巾着タイプにしたり、気分で変えてます。今日の私服はこんな感じでした。私のフロックバッグ紹介どうでしたか？こんな可愛いフロックだと思えないバッグが2個6月号についているので、ぜひチェックしてください。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録、コメント待ってます。以上、ナナでした。ニコラ、買ってね。